ガムチャンネル。はい、おはようございます。現在10時前でございます。朝5時ぐらいに起きまして、そこからスプーンの配信をしまして、今からダンスレッスンに行くところです。運転手はもちろん大成、密着なんか大成、自然な感じでちょっと喋ってもらってもいいですか？なんかこんな話してるんだ。なんか、寝てる時に今日顔ひっかいてしまって、水ぶくれになってたんですよ。めちゃくちゃ痛かった、はい、やばめちゃくちゃ痛かった。えげつない書き方したね、猫レベルで。それ猫にやられたの？そんなことはない、なんか密着を言うても自分で回してんのか、また君は。しかも俺一人しかいない。あ、ほんまだ。葵は舞台で、今日は朝早く先に行ってます。さあ、ということでまず今日の第一番最初はダンスレッスンからです。ダンスレッスン向かってる最中に一人捕まえました。捕まった、暑いぞ。おはようございます。YouTube です。ボンボンガロ YouTube。 どうも、セイキンです。おんねんもう似てる、似てる時にここ引っかいてしまってる。どういうこと？猫なの？猫です。自分のほっぺ引っかく。爪は見せて。いや、かわいい。てか指太っ。え、それはいつもむくんない。ダンスレッスンが終わりまして、今からちょっとだけご飯を食べます。今日はとろろ芋と、とろろ芋ちゃんはそばとサーモンとお味噌汁と野菜生活です。きよちゃんもご飯食べてます。今日のご飯は何ですか？おにぎりと冷たいダブル半熟卵からつぎラー油そば。これもそうやな。マジでうまい。一口ちょうだい。いいよ。今日なんか喋って。こんにちは、こんばんは。おー、こんな俺をサランシスコ サリエルの髪型してるの。ちょっと YouTube や。ああ、YouTube ですか。今ちょうどね、僕はみんなのね、衣装を探しているところです。ちょうど。まあ、いつこれが上がるかわからんけど。ちょっとね、もう多分披露してると思うんですけど、かっこいいぜ。靴下どこ？靴下は、こうや。こうこう。もう臭いよ、最初から。これ邪魔じゃないですか？テレビなんや、これ。ちゃうわ。先生、今日の意気込みは？今日の意気込みは、僕初めてじゃない？NMB さんと。初めてですね。僕元 NMB さんとはラジオで一緒にやったことあるけど、現役は僕も初めてですね。で、今回多分俺らのが喋るもんね、絶対。俺らみたいな、今日は何してるの？衣装探してますよ。今日来んの？はい。なんで？呼ばれなかった。寂しくなる。今日はもう仕事終わり？夜に。あ、夜ね。あと配信と。俺の配信見とるやん。あ、昨日買おうとしたらクレジットカードじゃないと決済できなくて。クレジットカードでいいやん。持ってない。これ使える？まあ、使えるね、別に。お金でいいやん。現金で払えないですよ。え？
だから誰かに借りてお金渡してやん。だから森さんにお願いしました。お金払うんで、うん、言ってください。お湯をほんま、うん、見れるやん。見れます。いいやん。いや、ちょっと木の話入れたいな。どこで木の話入れるんぞ、これ。え、どんな感じなん？俺その台本ちゃんと見てないねんけど。もう、あの、流れ的に石川で結成した俺が葵、俺と葵が中学校が知り合いで、石川で活動してて、2人で活動した時は表現の仕事したなと思ってて、で、音楽活動するか、ということで、今現在関西テレビさんのおといときの収録前でーす。カンテルさん以外と初めてやな、うん、頑張っていきます。歌もダンスもしたことなくて、はい、理系系です。そうなんですよ、そうなんですか。理系系の5人が集まって始めたんですけど、ほんまに なんですか、最初さあ、カンテレが今現在終わりました。カンテレ収録おといたち終わりました。いかがでしたか？暑かったよ。暑かった。楽しかったです。うん、熱い思いした。はい、ということで、あ、ビデオか、ビデオです。はい、今1日密着みたいなやつ。あ、なるほどなるほど。 YouTube で、はいはいはい。で、あの、ロイがさっきなんか、マッスルボールみたいな食べてましたね。そう、食べててこんなやつおんねやつってめっちゃバカにしてたんですけど、お腹減ってきて頼んでもらいました。いや、でもタカ、これあの、黄身あるし。え、ほんまやん。そうや、俺とはちょっと違う。え、これどうしよう。きゅ、タカが頼んだんが、うん、なんかあれ、ちょっと違う。俺の頼んだとはちょっと違う。俺のはもうがっつりこう、マッスルボールみたいな。え、それがよかってんけど。これはでも美味しくマッスルみたいな。あ、美味しくマッスル系ね。そうそうそう。え、すごい、肉いっていいんすかっていうか。トーストビーフはいけんじゃん、赤身やから。そうそうそう。へぇ、赤身は脂質も少ないから、ね、毎日食えるわ。ただ、タレ少なない？この量に対して。おい。え、おい、そういうもん。俺極限まで行ったらあれにあのドレッシングかけん。もうアホやもん、ほんま。え、どうやって食えばいいこれって。これはでも混ぜたらいいんじゃない多分。これ中下ほじくと豆腐入ってんすよ。あれや、あ、豆腐や。あ、ご飯ない。玄米。玄米じゃないんや。だから、うせやん、ちょっと玄米風は。あんま豆腐好きじゃないんや。いや、なんで。でも高タンパク低脂質やから。じゃあちょっといいよ、初マッスルボール行ってみたいと思います。うん、どう？美味しい？うん、あの、想像してる味。だから、あ、分かった分かった、なるほど。野菜ガリガリって感じの味ね。そうそうそう。いや、でもいいよ、これだ。舞茸も入ってるし、オクラも入ってるし。何がいいんですか？肉、普通になんか肉丼の方がいい。バランスがいい。野菜食べるもんね。栄養とカロリーと。皆さんも、頼んでみてね。うん。まあ、ほんまはもう、あの、胸肉、鶏胸肉とあの卵の白身と。それじゃあ、セットリストを、ちょっと作っていってる風景も撮っていきたいと思います。締め切りが近いのでこの時間に作っちゃいます。で、今回はチーズテの45分です。今からロブラジの収録に行ってきます。今日のメンバーは、クリオと、あ、キヨか、アスカと筋肉マンです。もうこれが流れてる時には放送が終わってるラジオ回ですが、今から兵庫県に、今ね、今日密着の一日を撮ってるのよ。ああ、そうなんですね。そう、YouTube で。
一日中撮ってるってことですか。今日一日中撮ってる。今日のメンバーです。頑張れー。いや撮れたからねえわここちょっと眠いです。お願いします。ここドア閉まってきてんけど。ドアにぶつかられた。今ドア閉まってきた勝手に。お。もう連れてって。分かったかよ。惜しかったな。惜しかったな。結構良かったよ。これ行き切ったら結構良かったな。じゃあもうちょっと俳優のね。はい、さあ今終わりました。収録が。今日はこれの仕事は終わりだと思います。うわお疲れ様でした。キヨちゃんお疲れ様です。一日長かったね。追いかけるな追いかけるなあそっちが来た。お疲れ様でした。アシュシュお疲れ様です。あーもういてるもういてる。おいろい隠れてる隠れてる。あーおいろい隠れてる。おいろい隠れてるわ。見つかった。わあ、帰ろう。